お疲れ様です。お疲れ様です。かわいい。かわいい。失礼しました。内藤さんかな。あ、違います。すいません、まあ、内藤さんのモノマネはやってるんですけど。すいません。今日浴衣ちゃんです。天下一武道会のオーディションだったんですけど、内藤さんひな壇に途中までいらっしゃいましたけど。ああ、最初座ってたんですけど気がついたらいなくなってました。はい、なんか噂によると、はい、この会場は俺には合わない的な話だったらしいんですけど、多分内藤さんちょっと純粋なんで、あの会場で試合をするんだと思い込んでしまったと思うんですよ。ああ、そういうことですか。多分おそらく。ああ、あと結構あの暑かったんで体調面もあんまり良くなかったのかなと思うんですけど、はいはい、まあ、ちょっとあの自分今回試合決まらなかったんですけど、オーディションで、もし良ければ内藤さんの体調次第なんですけど、内藤さんにぜひ胸を貸していただきたいなと思っております。あ、太郎さんが、はい、内藤さんとの対戦希望ってことですか。はい、やりたいですね。あ、はい、ってなると、はい、太郎さん戦うのは天下一武道会では初っていうことになりますよね。はいはい、まあ、結構なんかちょくちょくお前はやんねえのかって結構来るんすよ。あ、そうっすか。はい、え、そうなんすか。はい、まあ、知らんかった。まあそんな10件ぐらいですけど。10件。はい。ああ、で、まあ、自分も山形から5時間6時間かけて来てるんで、まあ、内藤さんこの界隈ではめちゃくちゃ有名人なんで、まあ、正直あの変なやつとはやりたくないっていうのはあるんで、まあ、内藤さんとよろしければやりたいなと。内藤さん変なやつですよ。変なやつの影響力がない。そうそうそう、ない、よくわからないやつってこと。はいはい、やべ、話こじらさせた。、まあ、このどんぐりが内藤さんのモノマネしてるのもありますし、まあ、本当はあのどんぐりと内藤さんがやるのが一番面白かったと思うんですけど、まあ、どんぐり違う相手とやるんで、まあ、それだったらぜひ自分が内藤さんとやりたいなと。オーディションでどんぐりさんもブチ切れてましたね。はい、でさっきそれあれ演技だったのって聞いたら本当にムカついたって。なんかもうずっと隠し撮りされてたらしいんですよ。あ、それでムカついたんですか。はい、隠し撮りしてなんかどんぐりがどうこうって言いながら録画してたのがもうムカついたらしいんですよ。あ、そうです。クズ、あいつはぶっ飛ばそうってマジで。まあ、それは試合で、まあ、自分はあの内藤さんに対してあの特に強い恨みがあるわけでもないし、1回目も2回目も出場してもらったんで、その辺は感謝してるんですけど、ぜひやりたいなと思います。内藤さんこれを見ていたらあのよろしくお願いします。まあ、あのその前にあの体調を整えていただいて、お酒を控えてあの練習をして万全な状態でお願いします。じゃあ僕も太郎ちゃんと同じ考えだったんですよ。はい、ちゃんと YouTuber で、はい、なんか登録者それなりにいて、はい、っていう人と、はい、戦おうかなと思ったのに、はいはい、よくわかんないヤンキーみたいな人に怒鳴られて、はいはい、物投げられたからもうすっげえ頭きちゃって打ち切れでしたよね。ついついやるって言っちゃいましたね。椅子投げてましたからね。いや、すげえムカつきましたね。でも体重がやっぱり、はいはい、あまりにもっつったらあれだけど、はい、やっぱり格闘技って体重すごい重要だなって僕、はい、ハイブリッド君に負けて、はい、学んだんで、はい、ちゃんと会う人とやりたいなと思ったんですけど、はい、ね、はい、まあ、落としてくるっていう、はい、言ってくれたんで、はい、じゃあそこまで言ってくれるんだったら、はい、まあ、落とせなかったら無効試合ってことでいいんじゃないですか。やっぱみんなの前で言ってるんで、うん、そうですね、はいはいはい、まあ、だから名前がある人とやりたかったんですけど、はい、しょうがない、はい、ヤンキーみたいな人だしなんかいいかなと思って、はいはい、僕もあそこまで言われたらちょっとやらないわけにいかないんで、はい、あのオーディションの映像見てない方いたら、はい、あの見てみてください。はい、あの大人げなく怒ってしまいました。あ、ミュウツー君も怒ってましたよね。やめて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 。もうそれ和解したから。あ、そうか、和解したから。今日ここ全員やってるじゃないですか。揉めてるね。全員やってるじゃないですか。いや、だからブレイキングダウンとか見ててやらせだとか言う人いるじゃないですか。あれ、はい、実際その場になってみると、はい、すげえムカつきますね。はいはいはい、あれ、クズありますね。なんか引けない気持ちになりますね。なりますよ。今日は全くもう打ち合わせも何もなかった。打ち合わせもない。何もなかったんで。打ち合わせもないっていうか、どうやって進行するか自体僕何も考えてなかったんで、選手の データすら分かってなかったんで、どんな人が来るか自体多すぎて、打ち合わせどころかいきなりマイクも出されましたから。どういうことって。めちゃ普段いないじゃん。それぐらい何もない。打ち合わせない。打ち合わせは何もありません。やらせは何もありません。はい、まあ、でも賛否は
別として毎回あのミュウツーさんはあの結構空気作ってくれますよね。いや僕はミュウツーくんのノリはすごい好きです、はい、いい仕事しますよね、うん、かなり、はい、かなりいいと思ってます。貢献度が非常に高いです、はいはい、ですね、と思ってます。じゃあ内藤さんもし見ていただけていたら、はい、あのアンサーくださいということで、はい、あ、視聴者の方内藤さんにこ う, いう、はい、こういう動画あったよっていう、はい、教えてあげてください、はい、お願いします。あの私も今日から明日からあの練習しますんでぜひよろしくお願いします。それと、まあ、この、2チャンネルアロチャンネルさんとミュウツーくんのチャンネル、概要欄貼っとくんで登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。